こんにちは。建築試験一問一答チャンネルです。今日はですね、平成30年の施工の問題から改修工事の問題について解説したいと思います。それでは早速問題を見てみましょう。コンクリート打ち放し仕上げ外壁のひび割れ部の改修工事において、自動式低圧エポキシ樹脂注入工法で行うにあたり、エポキシ樹脂注入剤の注入完了後、注入剤が硬化する前に速やかに注入器具を撤去した。どうでしょうか。まずは正誤を自分の頭で考えてみてください。正解は×となります。エポキシ樹脂注入剤の自動低圧エポキシ樹脂注入工法というのは何かというとですね、こうコンクリートにこうひび割れが、まあ、これコンクリートの柱になるんですけど、こうひび割れがあった場合にそこにですね、こうまずこういったこう樹脂のこうが入ったこうパイプみたいのをここに取り付けて、何か所かにですね、で固定して、でこれが自動的にこの中の樹脂がですね、こう自動的にこうこの隙間の中に流れ込むのを自動式、それを自動式と言ってるわけですね。なのですぐに取り除いてしまうと、こう自動的にこう樹脂が入り込む工程がなくなってしまうので、正解は×となります。で関連する項目で手動式っていうのはあるんですけれども、このひび割れ部に対して、コーキングのようなこう材料でこう隙間を埋めていくような工法となります。こちらが手でこう操作しながら、これは手で押さえないでこう隙間部に貼り付けたような状態で、これが自動式ですね。となります。違いをよく押さえておいてください。今日は以上となります。